皆さんどうでした？行ってみて。どうでした？って言い方もあれなんですけども。何か収穫あったよっていう人から、簡単にいただけたらなって思うんですけど、ちなみに、あれどこ行った？これじゃない。さっきの僕が担当したところ、僕らのこのランド2のテーマについて話し合ってもらったんですけど、こんな感じでコメントが出て、山岸さんちなみにグラレコの共有ってできますかね？今、お送りします。あ、山岸さんの方から共有はできないですかあ、はね？い。僕からの共有もできますよ。あ、じゃあそれでお願いします。はい。画面共有で、ちょっと縦長になっちゃうんですけれども。あ、大丈夫です。よいしょ。こっちの。上の方が、すいません。はい。見えますかね？上の方が第一セッションのもので、第二セッはションのい。ものが、あ、ちょっと切れちゃってるわ。若さんからの話で、まあ、コメントも拾ってるんですけど、不安や悩みがないこと、道にチャレンジすること、田口さん、まあ、もともとがそのワクワクする次世代を育成するためにはってお話で、結構、あれですね、まずやってみる系の方の意見が多かったと思います。失敗しやすい環境が人を育てるって話と、で、それから、印象に残ってるのは、おきゅうさん、おゆみさんっていうものかな、私すみません。コミュニティを作って、そこに人が次第に集まってくるっていうふうな話をされてたと思います。で、若さんの方でも、あまり難しく考えずに、地域の喫茶店を借りて、まずは始めてみて、そういう活動があることを知ってもらうことから始めたらどうかっていうところのお話をされてましたね。あとは若者が戻ってくるためにはみたいな話で、福山の絶対的な価値とはっていう話を岡本さんたちからやってもらったりとか、っていう話があったと思います。すみません、補足を柏原さんの方でしていただければ。はい。まあ、でも大体こんな感じ、さっきの山岸さんの共有通りの話にはなってて、結論から言うと結構実際まずやってみる。で、やっていく中で、一緒にやろうよ、どんどんやっていく人を増やす。横のつながりをどんどん密にしていくことがやっぱ大事なのかなっていう結論が最終的な着地点になったのかなっていうのはさっきの第2ラウンドで、思います。で、結構、僕は皆さんが持ってきてないテーマで話し合ってもらうのは結構難しいのかなと思って、僕も結構なかなか苦労はしたんで、皆さんもどうだったのかなって聞きたいんですけど、ひとまず僕の見た第二セッションは、やってみる。その中で横のつながりを大事にしてだんだん広げていくっていうのがやっぱり、コミュニティの数を増やす方法なのかなっていうのは、その第二セッションを聞いてみて思ったことです。皆さんの方から何か不要ありましたらどんどん共有していってください。お願いします。はい、もう一これ回で、共有停止しますね。はい。あ、もう喋って大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。先ほどですね、まあ、グループ移動したときに、一方おっしゃ、ちょっと名前ですけど、おっしゃってたんですけど、子供の力ってすごいんだろうな、っていうのを感じた話があったんですよ。子供自身がもう、こういった SNS だったりとかを駆使して、やっぱり自分たちで繋がっていってるっていう話があったときに、私すごくほっとして、やっぱり我々、まあ、どっちかというと我々大人の方が余裕がないのかなっていう気がちょっと実はしたんですよ。子供たちは子供たちでしっかり力をつけて、今の新しい、まあ、技術とかにですね、もう触れて動いてるんですよね。で、我々こそが学ばなきゃいけないし、我々こそが、大人ですね、が余裕を持ち、動けるようにして、で、もっと、それこそ子供と大人の、力の、力差というよりは、どっちかというと、我々が学ぶぐらいの姿勢でいてもいいんじゃないかなっていう気はちょっとしたんです、先ほど。はい、まあ、ごめんなさい、以上なんですけど、はい、そんありがなとうございま逆方す。向のことをちょっと思い浮かべました、先ほど。なかなか面白い意見じゃないかなって思います。なんか、僕も結構子供たちにものを教えるじゃないですけど、キャリア教育の授業を、まあ、実施するような活動をしてるんですけど、なんかさ、吉岡さんの言う通り、僕も学ぶっていうのがあって、一緒に学んでいくっていう姿勢は、そういった子供を育てるコミュニティでは大事なのかなっていう。
一方通行じゃなくて、どっちからも、学び、どっちにも学びがあるし、どっちも学ぼうとしてるっていう姿勢っていうのはやっぱ大事なのかなっていうのを吉川さんの話聞いてちょっと思いましたね。他の方どうでしょう。今の吉岡さんの意見に対してもでいいですし、自分がこんな意見持って帰ったよでもいいですし。ここは遠慮したら負けですよ。どんな話したようでも全然構わないです。さっき早出しできなかったことでもいいと思います。あ、そうですね。さっきの前の回でできなかったことでも全然。あ、じゃあ続けてすいません、よろしいでしょうか。はい。あと先ほど聞いたのが、トヨタ財団の助成金を使ってる方とかいたんですね。うんうん、先ほどちょっと最後の方で私も、私もちょっと考えてることいろいろある中で、やっぱり大資本持ってたりとか、もうそういうリソースも、もう提供できる力を持ってる人が動くの力の方がやっぱ強いんですよね、うん、でそれをどう共鳴させていくかっていうのが SDGs も掲げてる会社いっぱいありますけど、結構そっちの方が早いかもしれない気はしてるんですね、うんうん、個人個人でつながるという方向と、だから両方から掘っていかなきゃいけないんじゃないか、トンネルをと、うんうんうん、力持ってる人が動いてくれる方が本当早い。で、トヨタ財団のこと、また今後私も時間があったら調べてみたいと思ってるんですけど、他にもそういうふうな我々が知り得ない力を持ってる人がすでに手を差し伸べてくれてる何か資源とかが、もしかしたらあるのかもしれないっていうことは、ちょっと考えておかなきゃいけないかなと思ったんですね。だからやっぱこれこそが先ほどのつながるっていうことで、あ、やっぱりいろんなところの話聞くのってすごく効き目あるよねって思って、拾おうと思えばいろんなところ拾えるなって感じました。うんうんうん、はい、以上です。ありがとうございます。どうでしょう、丸井さんとかどんな話されてました、第二セッション。僕はシーンのところにいたんですけど、はい。あそこでちょっと一個だけすごいなって思ったのが、すごくボランティア活動されてる方がいて、うん、年30回ぐらいボランティアされるっていう人がいたんですけど、まあ、その人は、徳山のことを外にもっと広げようっていう活動されてる方で、で、先日もなんか親子でをターゲットにした、まあ、いつもだったら学生とかをターゲットにしてるんですけど、今回は親子をターゲットにした、まあ結構その体験型のイベントを行われてるっていう方がいて、まあそういう方が、まあいらっしゃるんだなっていうのをまずは感じたのと、まあ、じゃあその今の親子イベントで足りないものは何なのか、っていうのを、うん、もっと考えてる人が必要があるのかなとはちょっとさっきの話し合いしてて思ったので、まあ、皆さんがもし親子体験型イベントされるんだったらどんなことされるかなっていうのをちょっと聞きたいですね、うんうんうん、という意見が出ましたけどどうでしょう。マリコ先生とか何かあったりします？親子体験イベントですか？そうですね、そういった何か意見があったらぜひっていう感じなんですけど、どういうイベントをやったらいいかですかね。出会ってますかね、丸井さん。そうですね、僕やったら、まあ、その僕がその、まあ、野球をやってたので、まあ、そういう意味で、まあ、福山出身の野球選手とかっていう方とつなげたりして、まあ、もっとこうスポーツ事業っていう形に持っていけるかなとは思ったりとかしてるんで、まあ、そんなことです。すいません。もうそんなアバウトなことなんで。ずっと子どもの現場に関わっていると、子どもの感性に響くのは、やっぱりアート系なんです、一番。まあ、男の子はスポーツだったりもするんですけど、ほぼほぼアートだと、子ども、男の子も女の子も、今もそうですけど、図工の授業が一番人気なんです。うん、なんでそういったこうアート的なものと交えて親子で楽しめるアートイベントみたいなものがやっぱり一番反響的にはいいのかなって子どもの授業を見てて感じたりはします。創造性をこうかきたてるっていうか。で先ほどの、吉岡さんですかね、トヨタ財団のお話しされてたんですけど、本当にたくさんもう本当吐いて捨てるほど女性ってあるんですが、その女性ってほぼほぼ3年間が限界で、
やっぱりその先に続くものを持続可能にしていくにはやっぱり女性だけでは何の持続もできないので、やっぱりそこが一番壁かなっていうのはすごく思っているのと、あと子どもの力でっていうのは本当にもうオンラインにしてもそうですけど、子どもから学ぶことの方が大人はほぼほぼ多いと思います。大人ができるっていうのは子どもに寄り添う、それだけでしかないかなっていうのはずっと感じていました。すいません、長くなりました。以上です。ありがとうございます。どうでしょう、杉野さんとか、どんな話されてきました？もう、マリコ先生とか吉岡さんと同じ E グループの話で、伝統技術とか産業、アートや音楽、スポーツの力っていうところの話だったんですけど、本当にいろんな方もおられた意見、話、聞かせてもらって、さっき言われた、やっぱアートとか音楽って、逆に、こう、なんですかね、こう、江田さんが前、先ほど言われた脱確率教育社会とかともつながるかもしれないんですけど、やっぱ自分を表現するっていうことって、僕ら自身もちょっと苦手、僕自身も苦手としていることではあると思うんですけど、アートとか音楽ってそういう、スポーツもそうだと思うんですけど、なんか表現するっていうことは子供でも大人でも接しやすいかなと思うと、なんかそういう場を作るのにそういうアートとか本当に音楽っていいなと感じました。以上です。はい、ありがとうございます。持続できなきゃいけないんですよね。とにかく先ほどマリコ先生もおっしゃったみたいに、ね、使い切っちゃうっていう、それこそどうやって持続するっていう視点を持ってそれをやっていかなきゃいけないということですよね。そうですね、立ち上げることとか作ることが目的ではなく、子どもたちの50年先100年先のこの地域をやっぱり見据えていくと、やっぱり小さくてもコツコツと何かこう積み重ねていくことではないのかなとは思います。おっしゃる通りですよね。そうですよね、ね、時間ももうあと残り30分もう多分ないのかなって感じなんですけど、できればもう少しクワちゃんとかいなりさんの話も聞きかったし、もうちょっと時間が欲しかったところなんですけど、そこは、進行のちょっとあれなのでちょっと申し訳ないですね。多分もう少ししたらルーム退室の通知が来ると思うんですけど、最後これ言っておきたいなっていう人はいますか？なんかこういうの共有したいとかっていうのがもしあればっていうとこなんですけど、なければ最後僕の方から一言、本日もまあ拙い歌詞だったんですけど、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。また次回の、イベントもあるんですけど、そこに向けて、今日の時間っていうのが皆さんの中で少しでも有意義なものになればいいのかな、今後皆さんの活動の中にとってもいい影響が出ればいいのかなっていうのは思ってますので、皆さんこれからも頑張ってほしいなと思っています。今日はお付き合いいただきありがとうございました。本当に皆さんお疲れ様でした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。有意義でした。はい、佐藤さんが何か一言あれば、まだ多分もうちょっと手間取ってる気がするので、運営が、いやいや、もう後ほど話したいと思いますけども、本当にいろいろ聞き入ってしまいました。ありがとうございます。音楽の力、アートの力、子どもの力、すごく勉強になります。後ほど話したいなと思います。失礼します。はい、ありがとうございます。山岸さんの方から何かありますか？私の方は多分まとめで後で全体で話す形になると思うので、ちょっと休憩に当てていただければと思います。わかりました。それでは今日一回このまま終わろうかなと思うんですけど、また皆さんとねこういったお話する機会があればなと思います。皆さん今日はありがとうございました。お疲れ様でした。